勝負をかけるわ。勇気を出して勝負をかけるわ。行くわよエリザ。東に無様な子犬が泣き叫べば剣を貸し、西に生意気な小鹿が怪我すれば盾を貸す。そんな勇者は一体誰だというのかしら。ヒントは角が電撃的に可愛いってことぐらいね。ってそんなのクイズにもならないわね。そう、さっそう登場。ハロウィンの勇者エリザベート・バート・ブレイブリー、アンコールを聞いて参上したわ。知ってるわよ、ノリよノリ。語呂が良ければ何でもいいんだってば。ってそうじゃなくて、今日はそうじゃなくて、はい、これあげる。どうせ誰にももらってないんでしょ。パーティーメンバーのメンタルを守るのもリーダーの務めだものね。僧侶役なんて勇者である私からしたらクラスが違いすぎてノーサイトだけど、ま、あなたの喜ぶ顔は割と悪くないしね。仕方ないから余り物で用意してみたわ。一番いいものを素材にすれば喜んでもらえるかなって。私こういうの初めてだからよくわからなくて。たまものやつ、タコと赤いのはやめておけって。とにかく勇者として気持ちは示したから、返事は宿屋で待っているわ。自信作だから小さいけど大事に食べてね。